相田みつを全貌展にようこそお越しくださいました。私は東京の相田みつを美術館からやってきました、相田みつを美術館の館長の相田和人と申します。父相田みつはですね、いろんな呼ばれ方をするんですけれども、よくこんな呼び方をされるんですね。出会いの詩人相田みつをなんて呼ばれ方をします。確かにですね、父相田みつの作品には出会いをテーマにしたものがたくさんあるんですね。父の作品というのはですね、厳しい内容のものもたくさんあるんですね。実はでもその語り口というのはですね、非常に柔らかで優しい語り口が特徴です。ですから父はですね、自分の作品にふさわしい文字というのはやっぱり漢字ではなくてひらがなだと思ったんでしょうね。それでこういうですね、ひらがなを中心に書きました。父はですね、肩書きをつけますと書家そして詩人なんですね。つまり自分でこういう詩を作って自分の筆で書にする、音楽の世界に例えて言えばズバリシンガーソングライターに非常に近かったんだろうと私は思ってるんですね。ですから父は常に自分の詩に合わせて文字を変えていったってことなんですね。